はい、皆さんこんばんは。今日は2019年1月の9日、20時31分です。夜の8時半ですね。日課のロードワーク行こうと思います。ステゴロ3、2019年の6月26かな ?23 かな?ステゴロ3、出場しますので、応援よろしくお願いします。頑張るよ。ありがとう、のんちゃん。おお、板ババア届いたよ。ありがとう。これね、多分ね、板ババアからのプレゼントだ。大きさ的に。板ババアいつもありがとね。板ババアにみんなさ、板ババアが甘ギフ送ってくれた。後で開封しようね。板ババア本当にありがとう。昨日届いたかな。ちょっとまだ寝起きで開けてないんだけど、板ババアいつもありがとう。よくしてくれてありがとね。こんばんは。DD さん頑張れよ。おい、頑張るよ。板ババア平家さん、いえいえ。いや、板ババアね。のりこは銀河さん、ありがとう。あ、銀ちゃん、ありがとう。カフェ、ありがとう。さんはどつ頑張ってね。タムタムさん、おー、板ババア、ありがとうございます。今回こそね、みんなに勝利をプレゼントするからね。一緒に掴もうぜ。金魚姫さん、ありがとう。パチパチ、板ババア、ありがとうね。板ババアも配信者だからね、もしよかったら枠覗いていってください。結構面白いよ、板ババア。昔からやってるけど、俺好きだよ、板ババアの枠。こうか。タムタムさん、うんうん、面白い。今日の目標も前半 2.5 キロノンストップで行こうと思います。見てみたい。板ババアはね、元祖天城府還元枠をやった人だからね。リスナーさんにプレゼントするっていうのを初めてやった人が板ババアだ。ふわっちで。金魚姫さん、無理しないでね。無理をしないんだったらゴロゴロしたいから、家で。無理しなくていいんだったらゴロゴロしたい。ちょっとね、最近ね、スマホが調子悪くて。寒いところに行くとね、なんだろう、携帯がブツッと落ちちゃうんで、最近ちょっとブツブツ落ちてるんですけど、ちゃんと5キロ走ってるんで、今日5日目ですね、ロードワーク。そろそろね、半分ハーフはノンストップで行きたいかな。ステゴロ2の時はね、30分以内に5キロ走り切ってたんで、ノンストップで。今日の目標は半分走り切りたいです。筋肉痛もね、ならなくなってきたんで、だんだん。じゃあ5分から、いつも通り5分から走り始めます。あとね、僕のツイッター見てくれればね、ZOZO タウンのね、前澤社長に見習って僕も1億円プレゼントしてますんで、1億円ね、欲しい人は僕のツイッターご覧ください。そうなんだよね、寒いと充電消耗するんだよね。タムタムさん、わらわら。1億円欲しい人は僕のツイッター見てください。僕も前澤社長と同じようにやってるんで。さん、こんばんは。はい、こんばんは。金魚姫さん、ツイッター見ました。うん、ツイッター見てください。1億円もらえるチャンスです。タムタムさん、あと4。あと4分。あと4分じゃない、あと20秒だよ。5分からスタートだから。よっしゃ、じゃああと5秒前。いきまーす。ゴー。
いや風強いね今日も。しかも向かい風。鼻呼吸できない俺。寒い。メトロ地下鉄第3窓津ブラックガールス、うん、金魚姫さんビエッカーからいの、メトロさんいらっしゃい。これはやばい。手袋とあれが欲しいな。ジャケットが欲しい。寒い。二宮たかちゃんさんランナーズハイ。大花火ありがとう、徳明さん。大花火サンキュー。ありがとうございます。メトロ地下鉄内さん、そうだ、今日から寒気が。すげえ寒い。銀河さん、花火888。寒いね。寒さん、相当寒そう。風が強い日は寒いんだよ。
信号です。ありがとう。心臓がバクンバクン言ってるよ。
金魚姫さん10分経過、頑張って。ありがとう。15分ね、経過してんの。5分スタートよ。花火ありがとう、メタルさん。果てしないバトル音符仮面ライダーブラックワールス。呼吸もどんどん早くなってきたね。メトロ地下鉄街さんも5日からカラカラカラ。金魚姫さん、息が戻るの大切。Thank you.
んでここに着きたい。そしたら30分で走られる。ポイントです。お疲れ。ハーフポイントです。金魚姫さん、あと少しだよ。タムタムさん、噂をすれば。今日電源落ちなかったね。ありがとうおみくじ。そうそうさん、上げていこう。二宮たかちゃんさん、クールダウンも忘れないでくださいね。もちろん。行きますか。
要だけど一番大切なのくらいは足腰と体幹ですよね。
30分。そうそう、3枚中吉が出ました。中吉ありがとう。金魚姫さん30分経過。タイマーありがとう。タムタムさんスタートから30分経過。タイムキーパーありがとう。ありがとう、タイムキーパーありがとう。あと5分で上がりたいね。鉄内さん、仮面ライダーが走ってるように見える。あと5分で戻ろう。そしたら前回42分だから7分短縮だから、あと5分で、あと4分か。カメラ右手持ってる。金魚姫さん、あと1分で1分のタイムラグ。ポプコンさん、カメラ邪魔だろ。邪魔だよ、重たいよ、バッテリーと Wi-Fi。15分経過。
ない。37分です。今日のタイム37分ジャスト。お疲れ様です。だよ、2の頃リハビリだね。30分切る切らないでね、何回もやってたじゃん。タブタブさん、お疲れ様。お疲れ様。初日なんか歩けなかった、あの走れなかったもん。やるじゃん、汗かいたか。そうそう、3急には戻らないから。二宮たかちゃん、まあ寒いからね、夏場だったらあれだけど、鼻呼吸はできない。子供の頃からだから。お疲れ様。まあゆっくり戻ってきた。最初の日が、初日が50分、次の日48分、次の日45分、で次42分、で37分だから、呼吸はだいぶ楽になってきたし、筋肉痛にならなくなってきたから、まあ最初はリハビリだね。とてもじゃないけど1ラウンドも戦えないよ。早くスピードはあんま変わってないんだけど、インターバルの時間が短くなってる多分。金魚姫さん、終わってから話ができるし。そうだね、呼吸の戻りは早くなってるね。あとあれね、飯食ってから絶対走らない。朝起きて1時間ぐらいして体に何も入ってない状態、水分補給だけして朝走るっていう。前回本当胃が痛かったから、言っていうかね、肺も心臓も胃も痛くて、食べたから走るのは絶対ダメ。それ前回の勉強だね。走ってから飯を食う。金魚姫さん、信号待ちで呼吸がすぐ戻るから、すぐ戻るね。着実に成長してるよ。後半はダッシュ取り入れたいかな。後半の3ヶ月ぐらいは瞬発力も上げないといけないから。もう足腰いじめ抜く、パンチもらっても踏ん張れるように足腰鍛えまくろうと思ってる。前回あのパワーで押されてすっ転んじゃったから、もし仮に被弾したとしてもパンチをバーンってもらった時に踏ん張れる、あの
あそこ作んないと。相手パンチ力あるから。金魚姫さん苦しくなってからダッシュの練習がいいね。そうだね、筋肉のトレーニングはまた別だね。まあ呼吸が整ってその後ダッシュ走り込み。それをやっていきましょう。まあこれを日課にしたら多分基礎体力は2分2ラウンドだったらバッチリ持つと思うんで。仕上げていきましょう。ただ寒さだよな。手がスマートフォンが痛いの。スマートフォンがもうアイスみたいにキンキンに冷えて手がねビリ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 寒いんだよね。痛くて。これが課題だよね。スマホが結構邪魔なんだよ。これが肩凝るんだよ。そう、腕をロックして走ってるから。あ、これはしょうがないよね。配信者だもんな。これはもう職業病っていうかハンディキャップだから。金魚姫さん手袋とネックウォーマーつけよう、ね、ネックウォーマーはいらないんだけど手袋とジャケット欲しいね。なんつうの、ウィンドブレーカーっていうの。なんか家にあるかな。パーカー羽織るか。上に今度パーカー羽織ろう。寒い。ちょっと風が強いから痛いんだよね。金魚姫さんパーカーでもあるだよ。パーカーでいいね。パーカーにするわ。ジャックダニエル。タムタムさん、さすがに寒いよ。寒いよね。はい、じゃあいつものね、僕の大好きな夜景ポイントです。ここね、新宿。金魚姫さんは綺麗。そうそう、すごいよね。一個一個に人が住んでるんだもんね。何食べよっか今日は。金魚姫さん、お正月の時はあまり電気づいてなかった。帰ってリスナーさんからのポカリ飲もう。膝も痛くなってないし、いい感じや。ポカリ大活躍。ポカリ助かるよ。めちゃめちゃ助かる。
と今よし、ただいま。金魚姫さんお帰りなさい。お疲れ様。お疲れ。何行こうかな。曇っちゃったな。羊さんお帰りなさいね。金魚姫さん、それだけ外が寒かったってことね。そう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 。何食おうかな今日。腹減ったな。金魚姫さん、うちは鍋焼き器うどんだったよ。いいね。二宮たかちゃんさん、風邪ひかないうちにシャワー浴びた方が良くないですか？大丈夫だよ。ありがとう。何か「タムタムさん、何見てるの？ババア。
ババアの放送ふわっちのババア放送ブスだなと思ってタムタムさん、おいおい、おかずかい、金魚姫さん、イタババアさん、イタババアじゃない、なんか無名のババアみたいな、腹減ったな。タムタムさん、違うか、わらわら、今日のメニューは何食の、何食おうかな、何食おうかまだ決めてないんだよね、頭回ってねえわ、ポカリ飲むか、何しようか、どうすっかね、飯何にしよう。金魚姫さん、何系が食べたいの。いや、なんかのんちゃんと今日会えると思って楽しみにしてたから、なんかのんちゃん来ないって言ってへこんでるんだよね。なんかちょっとしょぼーんってなってて、のんちゃん来ないんだと思ってちょっとへこんでる。金魚姫さん、へこみすぎだろ、かわいいのは。いや、だって全然合ってないんだもん。モンちゃんと何食べようかなって思ってたから。あ、昨日ね、回転寿司食ったんだよ。そしたらさ、白子とさ、回転寿司なの、白子とあん肝とかあってすげえうまかった。あん肝うまいね。金魚姫さん、あん肝はうまいよ、ポンスジュレのが最高。うまいね。ポン酢の方が俺、あのポン酢じゃなくて、あのなんだ、白子すごい好きで、白子でまああん肝食ってみっかって寿司で食ったことなかったから、そしたら白子はまあ白子だったんだけど、まあちょい微妙な白子で、あん肝めちゃめちゃうまかった。あ、しみるな。うん、あー、すげえボカリ、今体が欲しているエネルギー分が全部入ってるね。酸っぱくて甘くて、すごい昆布の出汁が効いてるよ。何食おうかな。金魚姫さん、昆布、いや昆布の味するじゃん、ポカリ。
金魚姫さんで、いやするじゃん。タムタムさんポカリンロンブの出汁、まあ、今はなんかそういう元なんだろうけど、昔は昆布で取ってたんでしょ。タムタムさんレモン味しかしない。レモンなんか入ってないよ。ビタミン C の味でしょ。金魚姫さんグレープフルーツじゃない？なんかグレープフルーツも軽くねフレーバー入ってるよね。俺は昆布の旨味をすごく強く感じるよ。あー、こうめん食いてえな。こうめん食いてえ。ちょっと顔ほっそりしてきたね。タムタムさん、ソガーグレープか。ちょっと二宮たかちゃんさん、生理的食塩水ってポカリみたいな味がするって聞いたことあります。セミコロン。みーすけさん、ね、こんばんは。こんばんは。っていうか、その生理食塩水に砂糖入れたやつをベースに作ってんのがポカリだからね。あの医学用の。だ、点滴の成分だよね。二宮たかちゃんさん、なるほど。張さん、格闘技なめんなよ。タムタムさん笑ってるツイン。チョウさん捨て頃が楽しみですわ。金魚姫さん何を笑ってるの？いや、格闘技なめんなよってなんかどこ目線なんだろうなと思って格闘技ヒクソングレイシー目線わかんないけどなんか格闘技代表みたいな感じで言われたから。金魚姫さん、ショーわらわら、確かにね。いや別になめてないしっていう。張さん、ヒカルさんに僕のこと聞けばわかりますよ M。 いや、あなたのこと興味ないんで大丈夫ですなぜ初対面で あなたに興味が湧くのかわかんないんで。二宮たかちゃんさん、私は格闘技やってましたが、はい、和戸さんは良い線いってると思いますよ。タムタムさん、ケラケラ。僕挨拶できない人嫌いなんで、初対面でマウント取ってくる人とは絡まないですね。興味がありません。他行ってください。タムタムさん以上。はい、以上です。おはようございますとか、はじめましてとか、こんにちはとか、日本語が通用しない相手と絡む気ないんで僕。
長さん初対面じゃねえ。あなたにとっては初対面じゃないかもしれないですけど、ここにいる人全員初対面だと思ってるんで、はい。まさか手頃の会場で僕のこと見て初対面じゃないとかそういうことやめてくださいね。僕にとっては初対面ですよ。めんどくさいっす。長さんスケゴロが楽しみだ。長さん頑張ってください。病気かな。そうそうさん、僕の初体験は。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは。ダメだよソソ。あ、それはタムタムさん初体験をどうぞ。わら、じゃあじゃあ、ソソが言おうとしてんのは、あのツイキャスでアイテム投げた人限定に、あの今日の秘密の一言っていうのをやってるの。だからもうソソはだからそういう文脈を分かんないでボケるからダメなんだよ。彼女さん今日も走ってきたんですね。文脈を理解してないでみんなに通用すると思って言っちゃってるから、俺が補足説明しないとダメなの。俺がツイキャスでやってんの。アイテムを投げてくれてる人だけにメッセージを送って、その秘密の一言を毎回書いてるんだけど、それで僕の初体験は、あの今日の秘密の一言、僕の初体験の相手はとか、そういうコントコーナーをやってんの。ミニコントコーナー。ダメだよ、アイテム投げた人限定の情報だから、ここでバラしたらダメだよ。ちゃんと有料課金者にだけ伝えてる情報だから。リクエストがあったら、あの今日の一言ね、全然選んでいいよ。何食おっかな。なんだろうな。はい、ワード2。
何食べよう。孔麺食べたいな。孔麺。今日も走ったね。髪の毛赤い方がいい。髪の毛赤い方がいいか。あ、そうそう、今走り終わったところだね。お疲れ。元気ないわけじゃないけどね。寝起きで走ってきてスカッとしたところだけど、はい、ワダツインナーが欲しいね。なんかあの今着てんのあのあれだけど、なんつんだっけ、あのトレーニング用の黒黒の。まあそうなんだけどね、最近ね、その大御所さんと会うことが多くなったから、どうしようかなと思って。そうね、ビジュアルイメージとかもコンサルされてるんだよ今。そう、仕事やる上で。サウナスーツじゃない、これヒートテックだね。あのね、サウナスーツは別にいらない、そんな本格的に減量したいから。俺が欲しいのはあのなんつうんだっけ、スポーツやるときのあのインナーみたいなやつ、なんて言うんだっけ、名前が出てこねえな。あれ何着か欲しいね。まあタレントとしてはね、あの赤全然いいんだけど、そのちょっと迷ってんだよね。アンダーアーマーなんだけど、そのアンダーアーマーメーカーじゃん。そのなんて言うんだっけ。いや出てこねえな名前が。ピタッとしたさ、スポーツ用のウェアのこと、なんて言うんだっけ。そう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 、なんて言うんだっけな。スパッツじゃなくて、まあ昔スパッツって呼んでたやつだけど。ボンも赤派だよね。ボンも赤がかっこいいって言ってたね。いや、コンプレッションインナーじゃないな。なんだっけ、なんだっけ、名前出てこない。スポーツの時の、なんて言うんだっけな。じゃあ間口が狭まるんだよね、赤にすると。そのやっぱ無難さって結構必要なんだよ。俺も赤良かったんだけど、まあ黒も好きな色だからいいんだけどね。ヒートギアじゃない、違う。なんつうんだっけ。違う違う、ヒートギアじゃない、あったかくなるやつじゃなくて、なんだよ、もっとポピュラーな名前だって。違う違う違う、一般的な名前、もっと
レギンスのなんかかっこいい言い方、レギンスなんだけど、その上とか下とか、そのスポーツやるときにインナーとして履くやつ、カーツスーツじゃない、横文字。なんで全然出てこないな。要はスポーツやるときの下着の名前よ。下着っつうかこういう肌着みたいなやつ。ウィンドブレーカーは違うよ。それジャンパーみたいに青いやつじゃん。煽る風よけの服じゃん。いやタイツなんだけど、それをかっこよく言うのがあるんだよ。すっごい腹立つわ。なんかなんでこんなに出てこねえんだろう。なんだっけ、なんだっけな、アンダーシャツじゃない、なんだっけ、これ買った時そう言われたよ。こういうやつだって、こういうやつ、これの黒が欲しいんだよ。こういう素材、これとかがまさにそうだった。こういうこれの黒が欲しいんだよね。ハーレーこれ買った時なんて言われたっけ。長Tじゃない、キャミソールじゃない、パワーシャツじゃない、サルマタじゃない。年齢層高いからこういうことになっちゃうんだよね。レッグウェアじゃない、おじさんばっかりだからね。桃式じゃない。しかもなんで生って、なんで江戸っ子なの。ラッシュガードだ、そうラッシュガード、ラッシュガードだ、うん、いや自分で買えるよ。買えるよ。それだから小敷の本能だよ。ラッシュガードだ、そうラッシュガード、それそれ、やっと出た、ありがとう。ラッシュガード、ラッシュガード、ラッシュガードが欲しいの、うん、ラッシュガード、あーすっきりした。遅いって言われて怒られてる。何バカにしてやがるって。バカにしてないよ別に。まあ普通じゃない。ラッシュカードってインナーじゃないの、違うの。え、でも俺が言いたいのラッシュガードで合ってるでしょ。え、ラッシュガード、そんな名称初めて聞いた。え、バスケの時とかにさ、ルカは楓が下に履いてんのってラッシュガードじゃないの。なんかよくわかんない、オシャレは。名前が多すぎるんだって。水着の上に着ない、え、ラッシュガードじゃないの。だってこれスポーツの時もこれラッシュガードって売ってなかったっけ、違うの。これもラッシュガードじゃないの。ラッシュガードだと思ってたんだけど、格闘技用のサポーター。いや、ダイビングのウェアで買ったんだけど、これはラッシュガードじゃないの。素材全く一緒だけど違うの。網タイツじゃない。もう長くなるから、まあ、いいや。とにかくあのインナーが欲しいんだよ。インナーがどこで売ってんのか分かんない。スポーツ用品店とか行ったことないもん。あ、なんだ違うんだ、ラッシュガードじゃないんだこれ。え、じゃあこれは何なの。え、ラッシュガード、これはだって水着だもん、海に着るやつよ。これラッシュガードじゃないの。これは何なのさ、格闘技の。いや、だからここにあるじゃん、これだよ。試合、だからこういうやつや、試合の時にスポーツマンが、格闘家が、こういうの着るじゃん。これはヒートテックだけど、こういうなんかウェア着てるじゃん。
なんかこういう素材の水着みたいな乾く素材の、それがアンダーシャツって言うんだ。それ失礼しました。アンダーって言うんだ。アンダーシャツね。ラッシュガードは防水なんだ。謝れ。すいません。はい、すいません。はい、すいませんでした。はい。ポカリ持ってこよう。許すって、うん、ラッシュガード着て練習してたよ俺。だまずスポーツ用品をどこで買うのかが分かんないんだもん。そのスポーツ野球道具を欲しがったこともなければ、サッカーボールとかバスケットボールとかを買ったことがないの。そう、ジャージも買ったことないし、どこで買いに行くの、どこで買うの。そのいやだから、そのスポーツ用品店、メジャーなスポーツ用品店って何よ。だってグローブもさ、ソソから送られてきたし、アマゾン、まあ今はアマゾンなんだけど昔の話よ。昔はどこで買ってたんだろう。格闘技専門店、格闘技専門店で買った。あ、そうだそうだ、あれだ、俺昨日ねあれ行ったんだよ、ユニクロで靴下とかあって、あの裁縫道具のねリッパーっていうの買ったんだ。あのバンテージのロゴ外そうと思って。そうだ忘れてた、糸抜き買ったんだよ。糸抜きバンテージ無地、ここになんかあのメーカーが入るの嫌だったから、伊藤洋華堂で買うんだ。ムラスポはだいたい防水。ムラスポで買い物したことないな俺。あ、スケボー買った時くらいかな。ムラスポでハーレー売ってるんだ。ハーレー水着だもんね。これ着てさ、これ着て走るとさ、進撃の巨人みたいになるからさ、近所の人がざわつくんだよねこれ。進撃の巨人のさ、あの貴公子みたいになるの。そう、俺これで走ってたんだよ。だけどちょっと警官とかがざわつくんだよ。そう、ダメなんだと思って、カシャン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 。ハーレー洋服もあるんだ。首の下切ってもらおうす、ここ。高尾さんの時もこれで歩いたね。ありがとう、高ちゃん。わあ、勝利をね祈って花火あげます。ありがとうございます。ういっす、ういっす。あ、やっぱりね、あれだわ、小川さん、YouTube バンになってた。今、Google に抗議してるって。小川さんツイートしてたよ、リツイートしたけど。ひどいことする人いるんだな。だって小川さんってさ、社会正義のために戦ってるわけじゃん。なんか
誰かを誹謗中傷したりとかさ、そういうなんつうのかな、そういうことやってないじゃん。いやだからネトウヨかなんかにやられたんでしょ、虚偽通報でしょ。いやでも政治に手出す政治家になるってそういうことなんだろうな。いやだからライバルの議員とかにやられたか、まあそこの支持者にやられたんでしょ。だから虎の、だから堀エモ門と一緒でしょ、虎の尾を踏んだんでしょ、うん、でもさ俺はそれって社会正義じゃないよなと思うもん。だって一回立花さんもやられたじゃん。Google はほら一個一個だって何アカウントあると思ってんの、機械的にやるから Google とかは。それはちょっと小川さんの活動に関しては俺はバンはひどいんじゃないかなっていう。だってあの人はさ本当に弱者を救おうと思ってやってるわけじゃん。本当一銭もだって金入ってこないんだぜあれやったって。まあ広告料高々入ってくるけど、広告料って言ってもあれやっと5000円になったって小川さん喜んで、そういうレベルだよ。5000円になった、8000円になったって。圧倒的弱者救ってんのにさ、やだね、なんかきな癖っていうか、まあ出る杭打たれる的な。まあ小川さんそんなことで負けないけど、小川さんねあれなんだよ、あの立花さん NHK の党から出馬すんだよ今度。でそのタイミングでやられてるから、まあ解除されると思うけどね。でもちょっとね、なんか俺はなんか、ああダメな国だなと思ったよ本当。延長代ありがとう、サンキューボン。ちょっとね、うん、いいんだよ別に反論はいいの俺は。なんかその生活保護違くないみたいな、それじゃ社会良くなんないじゃんって、そのディスカッションをしないじゃんやつら。でも小川さんの言い分も聞いて、あそうなんだって、俺勘違いしてたわって、お互いにあるはずじゃん。お母さんちゃんと勉強してるから、やっぱ話し合って理解し合って議論が深まったら右も左も俺は同じところに行き着くんだよ。そう、どちらかが勉強不足な場合って多いから、議論が対立する時の典型的なんだけど、どちらかが情報が偏ってる、どちらかが情報を多く持ってて、どちらかが無知である思い込みから来ることが多い。だから勉強することってすごい大事だと思う。そう、いくらバカだとしても中卒だとしても、うん、その勉強する機会を奪うとか、その言論の発言の場所を奪うっていうのは俺は一番やっちゃいけないことだと思ってるからさ、うん、まあまあしょうがないけどね、 Google アルゴリズムでやってるから。ただそういうことをする、虚偽通報をするバカみたいなのはちょっとなっていう、小川さんに対して、うん、いや知らないっていうことってすごく大事なんだよ。だってさ、人間生きてたらさ、全く同じ全人類の知識を網羅できるって、そりゃ神じゃん。そんなやついないから人間なんだから。だから知らないことを教わるって恥ずかしいことじゃない、日本人の悪いところなんだよ恥の文化って。知らないことを隠そうとするっていう、見え張ろうとする。俺知らなかったら知らねえって言うもん。知らなくて当たり前なんだから。だから知ってることでマウント取るっていうのは恥ずかしいことなんだよ本来、うん。いや今日夢すげえ夢見てさ、配信の夢だったんだよ。久々見たんだけど、すげえ楽しく雑談ずっとやってる夢だった。対義語ではないよそれは、対になってる、対になって一つの言葉になってるから対義語ではないよ。
俺ね、人生の中で多分ね、今年と来年が多分人生のターニングポイントになるって分かってたから、数年前からそこに合わせてやってたし、で、談観塾の人と正月終わってすぐに会って3時間ぐらいミーティングしたんだけど、もう今年だっていうお互いの見解合ってた。もう人生変えるならここしかないっていう。まあそのために準備してた1年間だったから、去年は。今年は多分運命変わるだろうね、しっかりやれば。ここで多分踏ん張れなかったらもう多分何もできないと思う。でもね、最近思うのが頭が悪くなってるんだよね。なんだろう、頭の回転が明らかに鈍ってるんだよね。年なのか知らないけど。で、ドルさんに聞いたら50代もっと悪くなるっていうか、記憶力がすごい低迷するって言ってて、その代わり勘が鋭くなるって言ってた。だから、もう本当に限られてるなとか思って。若さはもうないなっていう。こっからはその技術と知識をどれだけ蓄積するかかなと思ってさ。じゃないとね、若い勢いのあるやつに食われるからね。まあね、去年は試練だったね、本当に。俺薬飲んでない、弾薬してるもん。もう薬飲んでないよ一切。すげえだから苦しいよ、うん、いや老けた、実際シワがね深くなってんの。去年すっげえ苦しかった。クマが抜けないのと、ここのほうれい線はねもう完全に老けたんだよね。うん、ストレスストレス。いやだから去年本当にネタじゃなくて血便本当何十回垂れ流して吐血して、そんな感じでやってたよ放送。すげえストレスあった去年は。でも今年のテーマはね、結構もう明確に決まってて、実は実践してるんだよね。で、すごくねストレス自体はなくなったから、もう腹くくったかな。すげえ顔面神経痛も出てるでしょ、ピク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 やってるでしょ、こうやって。そう、結構追い込んでるよ。金のストレス IQ 下がるって話あった。へえ。血便は良くなったね、うん、治ったけど、でももう結構やばかったよ。ほんとギリギリだったね去年は。結構ストレス抱えながらやってたね。あ、チックチック、そうそうそう、もう子供の頃から持っててストレスに負荷かかると出ちゃうんだよね。虐待された時からおかしくなっちゃったんだよ。半身がね、顔面半分筋肉が動かなくなっちゃった、うん、まあ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 、よく言う、そのクリスチャンがよく言うんだけど、神様は見える壁しか与えないっていう、本人が乗り越えられる壁しか見えないようにできてるっていう。でかすぎる壁とか遠すぎる壁っていうのは本人が試練だとすら思わないから、だから乗り越えられるんだよって絶対にって。うん、そうだね、母親にね。あ、新学期始まるとね。まあビートたけしさんとかもそうだからね。まああれは事故の影響かなりでかいけど、ストレスも絶対あると思う。まあまあ事故の前からもチック出てるもんね。安田走ってるからね。うん、俺はすぐ痩せるんだよ。で、いつも言ってんじゃん、痩せたいとかじゃなくて、俺は痩せるか太るか自分でコントロールできるって。食わなきゃいいんだ、走ればいいんだ、いつも言ってる通りだよ。
まあでも渋いシワだらけのおっさんになりてえな。シワくちゃのおっさんになりてえな。テーマソング聴いてるよ。白髪はすげえかっこいい。俺のおじいちゃんが白髪で真っ白の白髪で、白髪に真っ白の白髪になりたいね。でも母方に遺伝するっていうかね、母方はゲーハーだからね。でもじいちゃんみたいに、親父のじいちゃんみたいに真っ白になったらかっこいいなと思ってるけど、白髪は知性の象徴だからね。そう、あの男は母親系のお父さんにいるって言われてて、で娘は親父のおばあちゃんにいるって言われてるね。いい顔してると思う。いやハゲは進行してるよ年々。いいの。白髪は知性の象徴って昔から言われてるでしょ。古くから頭使ってるやつほど白髪になるんだよ。まあただのストレスなんだけど。俺あるよ、放送だから分かんなくなってるだけで全然あるよ。白髪多いよ。何食おうかな。あ、タリア行こうかな。間に合うかな。カレー食おうかな。トルさんは染めてる。カレー好きなんだよ。カレー好きなんだよ。なんそうだね、ランニング終わったし。あとはあれだな、テクニックを誰に教わるかだな。相手が多分爆発的に強くなるから、カズさんに教えられるっていうその伸び率のヤバさは俺が一番分かってるわけじゃん。だって便所さんが上手くなったって、実際俺も見ても上手くなったと思うんだけど、ボクシング自体はあれ絶対カズさんのおかげなんだよ。で相手がね、そういう風に上手くなって帰ってくるの分かってるから、そこだよな。誰から教わるかすげえ重要なんだよね。ね、弱点も全部もろバレだからね。あれいい曲だよね、名曲だよね、仮面ライダーブラック RX は。オケもかっこいいし。いやマジでいないから困ってんだよね、誰から教わんのか。あーそうね、配信でねしごいてくれる人が一番いいんだけどね。立てって、それこそ絵的にね、配信の絵面的に面白いパートナーができたらすげえ毎日放送も面白くなるんだろうけど。
初詣川崎大使行ってきたんだ、いいよね。そっかそっか、中華街行って、うん、ありがとう。人の幸せを願うっていうのは素敵なことだね。嬉しいな。誰から教わんのか。まあちょっと当てが外れたよな。まあ最後だからな、どう考えても年齢的にもイベント的にももう最後だから、もうこっから先格闘技やることもないだろうし。 ありがとう、ハッピーニューイヤー。うん、いや誰に教わるのか本当にだから候補がいなくて困ってんだよ今。俺ちょっとね、村野さんのところに行こうかなとか思ってんだよね。村野さんが教えましょうかって言ってくれてて、歌うまの時あそこに行ったらさ、セブンさんとか直樹兄さんとか、多分村野さんのジムだったらまあナーボーとかも多分スパーリングやるだろうし、可能性ちょっと一回、うん、村野さんに頭下げてお願いしようかなとかも考えてるんだけど、関わりが深くないからあそこのキャス勢の人たちと。ただセブンさんにスパーリングやってもらえたらすげえ強くなる自信があるんだよね。うん、うん、配信的にも盛り上がるしね。いやセブンさん強えよ。あんまりないんだよねセブンさんとの絡みが。まあでもその自分の中でもキャスの人たちと仲良くしたいっていうのねあるから、うん、だからまあ派閥的にはドレさん派閥、原田さん派閥、カズさん派閥、村野さん派閥の4派閥じゃん。仲は別に悪くはないけど、あとは候補はあとなんだろう、なんだろう、まあドレさんにちょくちょく教わるっていうのもあるだろうし、だけどドレさん別に肩入れしないから、あの人はがっつり教えるって感じでもないだろうから、あの人自分の企画がうまくいけば何でもいい人だから自分のドレの格闘技企画が閲覧伸びたら何でもいい人だからさ、個人的にちゃんと教わりたいから俺は技術を。まあまず体力作りだよな。最初の1ヶ月はもう個人練って決めてるから、まず迷惑がかかるから、こんな息切れしてる状態だとある程度練習こなせるまでに持ってかないとね。じゃないと技術どころじゃなくて体力つけてこいって話だから、技術云々の前の問題だわっていう。だから今まで教わったその2年間の蓄積があるから、その基礎練あれはやればやるほど強くなる基礎的な部分、原田さんに教わった腰の回転と、カズさんに教わったコンビネーションと、あとドレさんに教わったスケベな心、うん、そうそうそう、基礎体力。最初の 1,2 ヶ月はもうほんと個人練って決めてて、徐々に徐々にだと思ってて、そうそうそう、ロードワークはバン起きたらやるって決めてるから、
まあ、あとは捨て頃だけじゃなくて映画の企画だよな。本当にどん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 良くなってってんだよ。映画とかの写真とか見る？完成したよ写真。ちょっと待ってね。すげえクオリティ高いのできたよ。ね、写真がどれだっけ、どれで買えるんだっけな、これか。見えてる、すごいでしょこの前の写真。これいつだったっけな、この写真。いやすごいよねこれ、やっぱ特殊メイクってすげえんだなって思ったもん。すげえ器用っつってじゃあステゴル2の時に体重上げたんだよ。そうで、どん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 問い合わせとかも増えてるし、カメラの技術も上がってるし、捨て頃終わったら撮影だから、マジでそれまでに300万用意しないといけないのが本当にプレッシャーだよね。キートスやれキートスやれ、キートスだったらうまくいくって。キートス0円だよ、やばくね。いや、やるしかねえかと思ってね、え花火だけじゃ無理だわとか思ったけど、いよいよキートス0円だからね。どうしたらいいんだっていう。オワコンだよ本当に。マジで頓挫させたくねえかんな。どうにかこうにかしねえとな。宣伝に問題があんのかな。どうしたらいいかな。どうしたらいいんだろう。ああ、ありがとう、ありがとう。ありがとう、金魚姫。ちょっとやばたんだよね。いや、ずーっと300募集してるよ。まあ、実質もうカメラ買ったから270なんだけど、300じゃ作れないって逆に映画業界の人に笑われてる。リスナーさんからは300も必要ないって叩かれて、映画業界の人には300で作れるわけねえだろアホって言われてる。だいたい普通でミニマムで2000万ぐらい必要なのね映画って。ちょっと無理してるかな。その300すらも集められてねえから、ちょっと苦戦中だね。単館上映3000人目標。知ってるよ、サボちゃん最近来なかったからだよ。うちの枠の人はみんな知ってるよ。あー、ありがとう、花火ありがとう、サンキューです、ありがとうございます。頑張んねえとなマジで。もう一回告知し直すか。今ねティザー映像って言って、ちょっとどういうものを撮るのかじゃないけど、3分間のこうなんつうんだろう、うちのスタッフの技術を見せる動画を作ってるんだけど、まだねその素材とかは見せらんないんだけどね、宣伝用のね。あとスタッフさん、飯何すっかな、ご飯。何食おうかな。なんかおすすめのご飯ある？メガホンありがとう。
ラーメン食いたいけど遠いんだよな。方面遠いんだよ。駅の新宿駅まで行って、でそっからなんだ東南口だっけな、行く方面歩いて、めちゃくちゃ遠いよ。散歩する。映画はね2案あって、最初の案、まあねこれねちょっとね賛否両論あって俺迷ってるんだけど、あの1個は3つの物語をこう書き物、要は台本書いてっていう、俺が作家としてちゃんと書いてってやるやつが1案ね。で2案はこれ結構そのプロデュースっていうかアドバイスしてくれてる人がおすすめしてくれてるんだけど、ライブ配信者の物語にした方がいいって言われてて、でまあライバーっていう配信者が出るし、俺自身が配信者のその葛藤とか配信のことを詳しいから、要は一般の人から、映画好きの一般の人から見た方がよくて、ライブ配信者、まあ今回のコンセプトがまさに配信者が映画を作るっていうのが一つと、配信でお金を集めたっていうことで、それで配信で配信の物語を書くっていうことは整合性が合うしバズしやすいって、そう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 、だからそれやった方がいいって言われてて、で映画館にコメントが書ける仕組みをなんとか持っていった方が流行ると思うっていう、多分それをやるべき、第一本目はそれをやるべきだと思う。当てに行く、本当に興行的にも当てに行くことをやった方がいいっていう風にはお勧めされてて、でもそこにも賛否両論あるんだよね。っていうのもここのメリットっていうのが、配信者に出演してもらうときに役を、演技をする必要がないっていうのが強いんだよね。普段通りの配信の生活を映画として撮ればいいから、その強さある。昨日特殊メイクの時の照明指示したバールって人は地元一緒だけど実力ある人、ああそうなんだ、紹介してよバールさん、なんかカメラで飯食ってるっつってたね。スチールの人だろうけど、なんだっけ、洋華堂のマークの人ね。でもまあ配信者の物語にするのが正解なんだろうなとは思ってるけど、の方がバズりやすいよねやっぱり。あと整合性が合う、要はその自分の中にあるものを表現するのがもう鉄則だから、映画監督の自分の体験を織り込んでいくっていう、でもうそのなんだろう、映画でね脚本書きやすいし、もう一個はサイコサスペンスで昔から撮りたいと思ってたあの構想で、でもねこれね300万の予算で削ってるんだよシナリオを。要は3つの物語を同時並行にやるんだけど、ショートを3つ同時に並行しながら物語進めていくんだけど、まあよくある手法っちゃよくある手法なんだよね。もう焼き回された手法なんだけど、そこでその恋愛と、もう一つは部屋の中に閉じ込められて出れない男と、あと恋愛、普通のラブストーリー、少年少女ので、もう一つは部屋の中から出れない男で、もう一つは記憶喪失で体全身ボロボロで、なんか事故か事件に巻き込まれた男が自分の物語を、こう自分に何が起こったのかっていう探るストーリーを同時並行にやるっていうサイコサスペンスをやりたいなと思ってたんだけど、それ演技力が必要だし、
あの予算が跳ね上がるんだよ、3本撮るのと一緒だから。だからだいぶ脚本削ってるのね。だからその辺が難しいところだよな。うん、だから恋愛と死ぬことと生きることとっていうのを織り交ぜていきたい。映画はすごい金かかるよ。うん、その動画とはレベルが違うのやっぱり。3分で数億かけた映像とか見せてもらったけど、やっぱレベルが違うもんね、本当に。難しい。まあ花火でやってたの、映画の資金そのメーターみたいなやってたんだけど、すげえクレームが来て、なんかなえるとか言われてやめちゃったんだよね。だからリスナーからクレーム半端なくて、一個になるっていうか、まあネタバレシーンだったら言うけど、全部一人の主人公だったっていう話なの。キャラクターも全然、キャラメイクも全然別でやるんだけど、実は内面を深く掘り下げてみて、それはオチで言わないんだけど、これ何これっていう、洞察力のある人だけが気づくっていう、あ、これ主人公全員一緒じゃんっていう、その俺の死生観を書きたいの、その英語回帰、うん、二重人格とは違う。二重人格とは違くて、その過去未来、それサンズの川だね、サンズの川を描きたくて、そう、部屋に閉じ込められて出れない男が出た瞬間、時系列バラバラに描くからあれなんだけど、ワンの恋愛をしてる主人公、若い頃で、その後に事件に巻き込まれて死後の世界でさまよう中年の男、部屋から出た瞬間にその傷だらけで目覚める男の話ってつながってるの、うんうん、よく見るとその一人の男の物語なんだけど、キャラメイクをあえてもう全然変えちゃおうと思って、恋愛感を撮りたいんだよね。俺はね、いや両方の撮りたいテーマではあるから、撮りたいものであるんだけど、あのね、これすごくいい質問だよサボちゃん。あの実際に現場入ってるわけじゃん、で勉強しても作り始めてるわけじゃん、これが課題なんだけど、あのね、あのよく言うんだけど、みんなの頭の中では脚本があって脚本を遂行するっていうやり方がまあ普通のスキームなんだけど、俺がテーマとして持ってるのはブリコラージュだっていうことをよく言ってて、要は俺のチームに集まる人がどういう技術を持ってるのかによって映画の内容は変わるべきだっていう、そういう作り方をしてるのね俺が。ブリコラージュ、あの要は寄せ集めて作品を作るんだっていう、そういう手法があるんだけど、要はゼロから構築していくやり方の大義にある考え方なので、アートの中で。だからその自分、まさにそこなんだよ、その伝わりづらさっていうのが。今集まってる人、物、金、時間、全てが集まって何が作れるのかっていうのに興味があるの、俺の芸術は。だから俺が表現したいとこはそこなの、みんなで作るっていう。そうで、脚本も変えちゃっていいと思ってるの俺は。俺がやりたいのはブリコラージュ、その集めて作る、
集まった人のいいところを全部かき集めるっていう、それが一番いいものができるっていう確信があるの俺は。俺は映画が作れればいいっていう、そう、表現したいことは脚本の中に織り込むことができるから、手法の問題なんだよ。ただそのマネタイズが下手なんだよ俺は。お金集める、人集めることは得意だし、優秀な人間集めることはなぜか得意なんだけど、だけどその金感情が下手すぎるの。だからそこは金感情上手い仲間を見つけないとなとか思ってるの。もう全部やってくれっつって、プロデューサーだよね。だからそのパートナーができるまではやっぱ自分でやるしかないから、そこは今最大の俺の課題かな。だから一本作って実力見せて、こいつ金になるなって思ってもらわないと先に進めない。2本目が本当の勝負じゃないの。だからあえてショートムービーなわけだし、まあ、一応ね映画館でちゃんとやるけど、まずはその金感情別だもんね。いやだからなんつうんだろう、その300万もさ、その俺の懐に入らないわけじゃん。作品に全部投資しちゃうわけだからさ、で俺も飯食わないといけないわけじゃん。だからすげえ難しい、やっぱハードル高いことやろうとしてんなっていう。でそのなんだろう、撮れるよ、その iPhone でもパソコンのウェブカメラでも。それって俺映画じゃないと思ってるから、それただの YouTuber でしょっていう。それだったらずっとやってきたことだから。そうじゃなくて俺は自分の子供の頃の夢を叶えたいんだよね、うん、いや別に誰なんか、俺はその儲けたいとかそういうのないから、ただ作りたいものを作りたいだけなんだよ。生きてる間に生きた証をこう爪痕をさ、こう世界に刻みたいだけだから、何でもいいの、うん、おみくじクールありがとう。違うこれ吹いてんのよ。引いていいよじゃなくて、いや近いっていうか、近いのはごめんよ。 iPhone に文句言って、まあでもそんなに焦ってないんだよね。金のことはなんとかなってきたから、金持ちから金をもらえばいいんだ。のりこはポンコツだからマネージメントなんかできない。腹減ったな。クオリティはもちろん上げないと納得されないでしょ。300万かけてお前 YouTube と変わんねえことやってるんじゃ、お前二度と金出さねえよって言われちゃうから。逆にいいもん作ったら金集まるしね、これ儲かんじゃんっつって。だから一発目当てないとね、やっぱね。腹減ったな、飯食いに行くか。何食う、うわ何これ、うわーここ掘れワンワン、ありがとう。配信者のストーリーがまあ一般の人から見てっていうのもありがとうね。ここ掘れワンワン、あの時代背景とも合ってるんだよ。多分あのニコ生がブームだった頃の全盛期を超えたブームが今来てるの、配信者を。でその映画を撮るんだったら今しかないんだよね。誰かがいずれ撮るから、あの5年後10年後だから。配信者が配信で金集めた映画、配信者出身の映画監督で、配信者のストーリーっていうのは2020年に打ったら多分一番最初にやったことになるし、その配信界にも爪痕残せるし映画界にも爪痕残せるから、今撮るべきなんだよね。で後で撮ればいいんだよね、そのありものっていうか、その書き物系は。本当に自分の作家性を出したいんだったら2本目で撮ればいいと思ってて、今しかでき
できないこと、自分にしかできないことを考えたら、まあ配信者かなとは思ってる。ここ掘れはまあありがとう。これ人気、人気だよね。復活してるんだ。ここ掘れワンワン。かわいいよね。ありがとうございます。飯何食おう。孔麺行く？どうせ暇だし。孔麺食いに行くか。散歩すっか。復刻、え、これすげえ人気だったんだよ、ここ掘れワンワン。エフェクトかわいいって。そうそう、配信者たちの記録にもなる。そこがすごい大事なところで、ちゃんと映画の体にしないとダメだっていうのが俺の課題なの。その、映画としてちゃんとやる。DVD も作る。映画としての版権でちゃんとやる。その、映画に私は出たんだっていうプレゼントをしたくて、配信者の人には。そう、ちゃんとロードショーするっていうのが課題。そのネットで動画上げて俺映画撮ってるからっていうのじゃない。便所さん出てくれると思うよ。金梅さんにもオファーかけるけどね、うん、その主人公だけ俳優さんっていうか、そのありもののキャラクターで、あとは人物和道とか金梅とかは、それだったら実際のキャラクターできるから演技しなくていいんだよ。じゃあ行きますか。着替えるか。うわー、ここ掘れワンワン、あざーす。2発目ありがとう、ワン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 。うわー、うわー、ワンワンありがとう。いつからマイクオフだった。マジかよ。よいしょ。散歩だ散歩だ。そっとは一瞬マイクオフだったんだ。ワンワンありがとう。いつからオフだったの。まあまあありがとね。もうお店全部閉まってるな。おっちょこちょいだね。みんな復刻って買わないんだな。いや最近全体的にアイテム飛ばなくなってきてるよ。ていうかツイキャスに移動しちゃったからね、リスナーさんも大手配信者も。ふわっち今年ダメになると思うよ。下火になってくでしょ。
ヒヤヒヤする。どうしよっかな。孔明って何時までやってんだろう。孔明調べるか。孔明てんのかな。あ、営業時間0時までになってる。マジか、0時までに変わったんだ。どうしよう、何食おう。営業時間変わってるわ。柴犬だと1000ポイントプラスなんだ。柴犬出た、さっき。柴犬だと1000円プラスされるんだって。これめっちゃ良くない？すごくない？3000円で2500円バックってこと？うわ、マジか。うわ、ダメだ、計算ができないな頭悪いから。ちょっとよくわかんねえわ。いや、なんか書いてあるよ。 10% ココホレワンは 10% で確率、ボーナスが入った場合。柴犬が出たら1000円プラスだって、すげえなこれ。柴犬だった、さっき柴犬だった。ああ、ほんとだ、入ってる。すげえな。大盤振る舞いじゃん。嘘？いや、黒芝は、黒芝は1000円プラスだって。黒芝1000円プラスだって、すげえな、これ。3000円で2500円入んのは大盤振る舞いだね。20% の確率だって。あの、ウェブで買ったら。すげえな。面白いね。何食おうかな。何食おう。なんか作る？それとも。クッキングでなんか作るのと、なんかありもの買いに行くの、どっちがいいかな。なんか作るか。クッキング枠いいかもね。なんか作るか。暇だし。何作ろう。何作ろうかな。
キングやろうか。ポトフ、ポトフうまそうだね。ポトフとか作ったことないな。なんか作るか。サクプリ YouTube 載せんだ。サプリかわいいよ。あいつほんと美形だよな。俺サプリとだったらセックスできるもんね。ホモじゃないけど、サプリはほんと顔整ってる。サプリめちゃめちゃ、サプリ彼女も可愛かったんだよな。行くか。じゃあとりあえずスーパー行こう。スーパー行きます。あー寒い。鍵閉めるか。コンソメと根野菜。